あんた何言ってんの？その携帯見せてみなさいよ。誤解だよ。ちょっとメールしようとしてただけだろ。嘘。あんな角度。もしかしてテニス興味ある？よかったら朝練参加してく？いや。編入試験満点だったって本当？褒めすぎだよ。むしろみんなの頑張ってる姿に。じゃあ朝練頑張ってね。ただしイケメンに限る。